阿南陽一君。はい、委員長。阿南君。おはようございます。自由民主党の阿南陽一でございます。この公益通報者保護法の改正につきまして、トップバッターで質問を立たせていただくことを大変光栄に存じます。トップバッターでございますので、基本的な法案についての質問からさせていただきたいと思っております。企業の法令遵守を目的として、平成18年に公益通報者保護法が施行されておりますけれども、まあ、その後もですね、残念ながら消費者の安全安心を損なう企業の不祥事は相次いでございます。近年の例を挙げますと、自動車メーカーが長年ですね、無資格者に完成検査をさせていたという事例や、また銀行自らがですね、書類を改ざんして融資を実行していたというようなケースもございました。まあ、こういった事例は毎年のようにですね、非常に重大な違反も繰り返されているわけでございます。このような法令違反は消費者保護の観点から早期に是正されなければなりません。その意味では法令遵守を目的とする公益通報者保護法の改正が大変重要だと理解しておりますけれども、改めて今般政府として公益通報者保護法の改正が必要だと考えた理由についてお答えいただきたいと思います。江藤国務大臣。あの委員にはですね、まずは自民党のですね、公益通報者制度の取りまとめを当たりましてですね、幹事として大変ご尽力いただきましたことに改めて、感謝を申し上げる次第でございます。消費者のですね、安全安心を守るためには事業者による不正行為の防止と是正を図ることが極めて重要であります。そのためにはこの公益通報者保護制度が果たすべき役割は大変大きいものがあるというふうに認識いたしております。そうした考えの下で、公益通報者保護法は平成18年に施行され、その後も消費者庁として民間事業者や行政機関向けのガイドラインを策定、改正し、広く周知活動を行うなどの取り組みを行ってまいりました。この間、大企業や行政機関を中心に内部通報制度の整備が進むなど、一定程度実効性の向上がなされた一方、近年も消費者の安全安心を損なうような事業者の不正行為が後を絶たない状況があります。そのため、事業者の自浄作用を十分に発揮してもらうことなどにより、法令違反行為が早期に是正される環境を確保し、公益通報者保護制度の実効性をさらに高める必要があると判断し、必要な、体制整備等を義務付けるなどの改正法案を提出したものであります。本改正法案により公益通報を安心して行うことのできる環境を作ることにより、事業者の信頼性の確保につながり、事業者消費者双方の利益になるものと考えております。阿南君。大臣ありがとうございます。公益通報者保護法については平成30年の12月に、内閣府の消費者委員会から答申が出されておりますけれども、改正法案の提出までに1年以上かかっているわけでございます。この1年間どのような検討を進めてきたのか教え願いたいと思います。大塚内閣府副大臣。消費者庁においては公益通報者保護制度の実効性を向上させるために必要な法改正項目について、これは関係者の間で意見の隔たりが大きい項目が残っておりまして、この調整を丁寧にしていく必要があると、こういうことがあったわけでございます。そういう中で消費者委員会の答申を踏まえて法制的法技術的観点から整理を行い、幅広く関係者から意見を聞くというプロセスを進めてまいりました。この中で、令和元年10月には自民党の方でも消費者問題調査会のもとに公益通報者保護制度に関するプロジェクトチームが設置をされまして、これ阿南先生も役員として、大変重要な役割を果たしていただいたというふうに承知しておりますけれども、今年の2月には論点を取りまとめをいただいております。また同じく与党の公明党さんからも今年の2月に提言をいただいていると、こういう状況でございます。こうした提言を踏まえて、
消費者庁において、検討いたしまして、当初の答申から踏み込んだ部分もあったわけでございますけれども、最終的に今回の法案提出に至ったと、こういう経緯でございます。穴見洋一君。副大臣、ありがとうございます。ただいまご答弁いただいたとおりですね、自民党でも宮越先生、大臣をお務めいただいておりましたので、非常に強い責任感でですね、座長をお務めいただきまして、小倉先生を事務局長として、公益通報者保護制度に関するプロジェクトチームを立ち上げて、長岡先生、また柴山先生などに加えて、私もそのプロジェクトチームとして、熱心にこの制度をよりよくさせていただきたいという思いで、議論をさせていただきました。また、公明党様におかれましてもですね、ご議論いただき、提言がなされたところですが、このようなですね、意見を受けて、また消費者委員会の答申を受けて、さらに政府としてですね、またこういった先ほど副大臣にもおっしゃっていただきましたけれども、守秘義務の重要性というですね、答申の中にはなかった論点についても規定されることになったわけでございます。守秘義務の重要性につきましては、我が党の PT でも活発に議論がなされました。最終的にどうして守秘義務を規定することになったのかをお伺いしたいと思います。坂田審議官。お答え申し上げます。誰が通報したのかという情報が漏洩され、不利益取扱いにつながる事案が見られることから、不利益取扱いを抑止する観点からは、公益通報者に関する情報漏洩の防止が極めて重要でございます。また、消費者庁の調査によれば、通報をためらう理由として、誰が通報したかが知られてしまうことへの懸念が多く挙げられています。公益通報者が安心して通報をする環境を整備する観点からも、情報漏洩の防止を十分図る必要がございます。このような実態を踏まえまして、守秘義務を設け、刑事罰の対象とすることで、公益通報者が不利益取扱いを受けることなく安心して通報できる環境を確保することとしたものです。穴見洋一君。ありがとうございます。ただいまですね、不利益な取り扱いを受けることなく、安心して通報できる環境を確保するとのご答弁をいただいたわけですけれども、不利益な取り扱いを受けない、安心して通報できるということは、当然、通報促進という点からは重要な点でございます。この点では、不利益取り扱いに対する行政措置を導入すべきだという立場があるということも承知をしております。自民党でもですね、この論点については、関係省庁からもヒアリングをするなどして、極めてですね、精力的に激しく議論をさせていただいたところでございます。改正法案では最終的に守秘義務は規定するものの、不利益取扱いに対する行政措置は含まれなかったと承知しておりますけれども、不利益取扱いに対する行政措置を改正法案に含まなかった理由をお答えいただきたいと思います。坂田審議官。お答え申し上げます。公益通報者に対する不利益取扱いは、通報を躊躇させ事業者が法令遵守を図る機会を失わせるものであり、あってはならないと考えております。改正法案においては、従業員等に対する守秘義務を課すとともに、事業者に公益通報者に関する情報が漏洩しない体制、公益通報者に対する不利益取扱いを防止する体制の整備を求めることとしております。このように公益通報者に対する不利益取扱いを事後的にではなく、事前に抑止することがまずは重要と考えております。他方、公益通報をしたことを理由とする不利益取扱いに関する事実認定については、当事者間で争われた場合、当事者双方の主張や証拠に照らして判断しなければならず、行政機関にとっては非常に困難であることなどから、今回は不利益取扱いが生じた場合の事後的な行政措置ではなく、不利益取扱いの事前抑止に資する刑事罰付きの守秘義務を設けることといたしました。今般の改正によって、不利益取扱いを抑止する効果がどの程度高まったかについては、施行後の実態も十分踏まえ、検証していきたいと考えており、改正法案の附則第5条にもこの趣旨を規定しているところでございます。穴見洋一君。ありがとうございます。公益通報者保護制度の実効性を確実なものとするためには、今回の改正内容をしっかりと周知することも欠かせないと考えております。特に通報する側にとっては、どういう場合に自分が救われるのかということが分かりづらいと、
通報を躊躇してしまう懸念もあるわけでございます。このため、例えば、この法律が適用されて敗訴した事業者の判決が確定した場合ですね、消費者庁がそれを公表すべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。内閣府大臣政務官、藤原政務官。ただいま委員おっしゃられましたとおり、この法律が適用された判決を公表することにつきましては、通報しようとする者にとっては不利益取り扱いから保護されることへの期待感を高めることにつながり、同時にですね、事業者にとっては不利益取り扱いが禁止されることの認識を持つことにつながることから、おっしゃるとおり制度の普及促進に有益なものであるというふうに考えております。今回の改正では第18条におきまして、公益通報に関する一定の情報の収集、整理及び提供について規定を設けることとしております。この法律が適用された判決もその情報の一つであり、消費者庁において把握した際には18条にのっとり、その内容をウェブサイト等において情報を提供することを検討しておるところであります。また併せて判決の名当て人である事業者名も公表することを検討していくところであります。委員長、穴見陽一君。ありがとうございます。この不利益取扱いに関してはですね、さまざまな論点が自民党の中でも議論をされまして、裁判によって結果が出た場合は公表するというお話ですけれども、当然ですね、行政措置について要望していくいる立場からはですね、その裁判では時間がかかるし、費用もかかると。そういった負担をですね、通報者にかけるのではなくて、事前にですね、行政によってそのような指導がなされるべきではないかというような意見、当然あるわけであります。ただですね、それだけの行政能力というか、今の消費者庁の実態に即して、また実際にこういった不利益取扱いの事案というのは、多くはですね、労働関係法規によって抵触をして、労働審判であるとかですね、さまざまな、この法律に関わらないところの他の法律で処理されるべき、そういった事案も多々あろうということであって、その前さばきのところが非常に重要なんだろうというふうに考えてございますし、またそういう議論をさせていただいたわけであります。それでは時間も迫ってまいりましたので、最後にですね、今回の法案に対する大臣の意気込みをお聞かせいただきたいと思います。江藤国務大臣。繰り返しになると思いますけれどもですね、消費者の安全安心を損なう事業者の不祥事を早期に是正をしですね、被害の防止を図るために公益通報者保護制度の実効性を向上させることは極めて重要であると認識いたしております。公益通報を安心して行うことのできる環境を作ることは、消費者の利益につながるだけではなく、企業の信頼性の確保につながるなど、事業者消費者双方の利益になるものです。このため今般与党での熱心なご議論も十分踏まえ、法案として提出させていただきました。改正法案は我が国経済社会の健全な発展にとって重要なものであるため、ぜひとも今国会においてご賛同いただきたいと考えています。私としても成立に向けて全力を尽くしてまいりますので、よろしくお願いいたします。穴見陽一君。最後にですね、何点か指摘をさせていただきたいと思うんですけども、そもそもこの改正法案そのものがですね、本来、公益通報者保護法によっては、5年後にですね、検討して、修正等々対策をということだったのが、14年以上、つまり3倍近くですね、かかって、初めて今日ここに至っているということは、決して悪しき前例としてはならないんだというふうに思います。今回、付則5条でですね、今回の法改正に伴うさまざまな状況を、勘案した上で、3年後にですね、見直しが行われるというふうに書かれてありますけれども、本当にちゃんと3年後にやっていただかなければ困るということだろうと思います。
残された積み残しになった論点も多々あってですね、消費者委員会の中で指摘していた、指摘されていた内容についてもまだまだ十分に汲み取れていないところもございます。そんな中でまだまだその日本 の、 その消費者保護の観点から考えたときに、国際的に見てもですね、かなり立ち遅れていると言わざるを得ないと思います。外国人からですね、日本での消費生活についてのさまざまなご意見を伺うによってですね、非常に消費者に冷たいといいますか、事業者側が例えば返品措置一つにしてもですね、またはクレームの受付一つにとっても非常にですね、手続きが煩雑かつ拒否的であってですね、非常に消費生活を送りにくいというような声も聞いております。他の国ではですね、返品はもうすぐにでも、1ヶ月以内だったらいつでもできるとかですね、3ヶ月以内だったらいつでもできるとか、日本の場合はですね、それに対して写真を送れだの、書類を書けだのですね、いろいろその手続き論を押し付けてきて、そして最終的にはですね、事務的に消費者を疲弊させて、そういった措置に応じない等々のそういった問題も指摘されております。結局ですね、今 SNS 時代にもなって、企業の不祥事というのが簡単に拡散される時代になってきたと思います。私も経営者ではあるんですけれども、その観点からしてもですね、やはりこういった公益通報者保護制度をしっかりと整備することによって、逆にそういった無秩序な形で拡散されてですね、コントロールできない社会的な制裁をに企業がさらされるよりもですね、やはり正当な方法で通報して、そしてそれからこの通報者保護制度が使いやすくなって初めて、そういった無秩序なですね、さまざまな開示情報の漏洩によって、企業の社会的制裁、企業が社会的制裁を受けたり、それは誤解に基づくというようなことも含めてですね、そういったことで企業価値を損ねてしまったりというリスクがかえって高まるわけであります。そういう意味においてはですね、今回このような法案で、ようやく党としてもですね、各界からの合意が取れたということで、成立に向けて、懸命に努力してまいりましたし、これからも野党様のですね、ご理解もいただきながら、成立させていただきたい、成立させていこうと願っておりますけれども、本当に積み残しは非常に大きいし、やはりこういったその消費者保護の法律が弱い、もしくは行政能力が弱いということでもってですね、日本の企業を甘やかせて、国際競争力を結果として下げてですね、最終的には企業のためにならないと、もしくはそういった予測不能なですね、コントロールのできないいろんなルーモアの中でですね、企業が傷ついていくという中で、日本の企業自体が弱体化していくことにつながってはならないと、そういう思いも、あるわけでございます。どうかですね、法律がもし成立した暁にはですね、しっかりと行政能力を高めていただいてですね、日本の消費者を守り、またそれはひいては日本の企業を鍛え上げると、そういう良き法律となることを記念をいたしまして、質問をさせていただきたいと思います。ありがとうございました。次に竹村